芸人ドラム大好きさん、8ビート教えたくてもうまく教えられないです。むずいっすよね。8ビートというか、なんでしょう、こう当たり前にやと自分で思ってることって人に伝えるのって難しいんですよ、すごく。そう、だから自転車の乗り方ね、人に教えるのってすごく難しいというか、自転車が乗れるのが当たり前の人にとって自転車の乗れない人の気持ちってやっぱなかなか分かりにくいんで難しいんですね。こう8ビートを教えるってね、8ビートをできる人からするとなかなか難しいんですが、僕がもし初心者の方、まあ、特にちっちゃい、お子さんにが来られた時によくやってるのは、8ビート、この右手、まあ、たくさん叩いてますと、このチャッチャッチャッチャ、まあ、このねハイハットたくさん叩いてるよ。でこれをまず、4分割してください。チャッチャッチャッチャ。でこの、まあ、頭の中のイメージで、例えばたこ焼き、たこ焼き、たこ焼きをやりながら、右手を、まあ、4分割して叩いてください。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。叩けれたら次は、めっちゃ難しいこと言いますね。次はたこ焼きの矢のところに、左手で、まあ、スネアドラムを叩いてください。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。こういけた、次できたっていうことは、次はちょっと難しいですが、たこ焼きの、たこ焼きの次はたのところにバスドラムを入れてください。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。これができた。じゃあ次はたにバスドラム、やにスネア。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き。っていう流れで8ビートを教えてます。でこれね、結構ドラムの先生初心者あるある。ドラム初心者ですよ。ドラム先生をやるのが初心者の方あるあるなんですが、全部ね一気に教えようとしちゃったりするんですね。例えばね、ドラム全く未経験の方に、じゃあスティックの持ち方はこうで、これバスドラムって言って足で踏むやつで、ここにあるのがスネアドラム、これがハイハットで、これがタム でこれがシンバル でこれが8分布でっていうことをなんか20分ぐらいかけて説明すると、もうね、初めて聞く方っていうのは、例えば自転車に乗れない人、初めての人っていうのはすごくこう疲れちゃったりするので、なのでまず一回ちょっとリズムを叩いてもらって、あ、これが8ビートって言うんや、でこれをまずなんか例えばね、なんか曲に合わせてみるとかみたいな感じで、なんかあ、こんな感じなんやなって掴んでから、実はスティックの持ち方はこうですよとか、これってスネアドラムって言うんですよ、なんか結果発表の時とかに発表みたいなのやるでしょみたいな説明を、まあ、するみたいな。だから結構ね、場所とかはなんか後でいいのかなと思ってますね、僕はね。はい、なんかまずはちょっとこう楽しんでもらうというか、はい、感じでやってもらってからなんかいろいろ説明するみたいな、はい、感じでいいんじゃないかなと思ってますかね。